デーブ大久保チャンネルです。俺はね、はい、何回も人生の退場を食らってる。どうしたんですか？何回も、はいはい、でもその度ごとに立ち上がり謹慎をし、はい、しがみつこうとしたら、うん、その退場から逃れられない。ちょっと深いお話ですね。ちょっとそこ今日はね、はい、入りがね、はい、この間のちょっといつだって何ぶりでもやったけど、うん、はい、食レポの上手なやつがさ、うん、不倫してトイレでどの方のっつやつも、あ、はい、会見、はい、しがみつこうとするからめめしい会見になるわけ。あ、はい、もうこの世界で食わなきゃと思うから、うん、もうすいませんすいませんってなるの、うんうん、おいいと、俺はもう箱の中で劇場でやるぞとか、うん、よし、その配達員でもやる。俺トラックの免許も持ってたから、大型トラックも、そうだったんですね、なんかあれはトラック乗って、はい、体力だけあんだから、うん、長距離運転して、なんでって俺の仲間もその、あの宅急便屋さんにいたりしてるから稼げるよっていうの、うん、ただね、奥も死ぬぐらい働くよ。だって体はもうガタガタになっちゃうっていうの、うん、でもガタガタになるまで働けんじゃねえかって免許も取ってたから、はい、しがみつかなかったの俺は。あんなミシミシ目がかけてんな家族だけだって言えぐらいのことを俺はやってきたから。でもおどおどはすんのよ、ただ経験が操作したんだけど。じゃあ実際に今日は退場というテーマ、人生の退場を食らった人間がから見た野球の退場ってあるんじゃない、はい、ありますね、あれをについて話すると、はい、まず退場を食らうことが最近はない、うん、なぜかというと、はい、国際試合が多すぎて、しかも交流戦もたくさんあって、プライベートの主力の人たちの付き合いが多くて、自主トレも他球団とやるようになってるわけ。あ、そうですね、仲よくされてますもんね。だから喧嘩が起きない、はい、あ、そもそもの問題ですね。じゃあ昔はもう本当に断絶、選手はここに、もちろん他球団と飲み行くなんてね、うん、俺らが今監督の笹岡とかと広島で、うん、町田っていたんだけど、うん、笹マッチ山内とかさ、会う時も極秘で会ってたよ。極秘案件ですか？もちろん極秘案件ですよ。飯食ってカラオケももう貸し切りで、うん、スナック知り合いのところでカラオケやって、たまたま広島にチューブの前田さんがコンサートで来るからっつって、うん、前田さんが電話あったから、笹お前今日前田さん来んぞって、お前チューブ好きって、あ、いいっすかみたいな、隠れてこいよっつって、うん、本当に内緒になったの。もう鍵閉めて飲んでるわけ、はい、他球団と。おかしいじゃんだって、こんなーってやってんのにそれ見られても、うん、っていうぐらいだったけど、今はもうだって全日本で、だって主力が試合出る人たちが全日本に選ばれるわけでしょ、うん、確かに、もうチームメイトですもんね国際試合だとそれがもしぶつけてもわざとのわけもないし、確かに、わかりますね、来ても向こうもごめんねってなるし、だからちょっと緩いっちゃ緩くなってんの、緩いっちゃ緩くなってて、はい、やっぱりね、星野監督なんかからそれはもう敵チームに挨拶行っただけでもファン戻せって言ってたから、何あいつ挨拶行っとるんやって、行くなって言っとるやろみたいな、あの親父たちの時代はあったんだけど、もちろん俺らの時代もそうだったよ。で、俺らの時代だったら、まあ代表的なのは清の退場かな、まず、はい、平沼さんっていう、あの子ロッテに、中日からロッテに落合さんとかのトレードの時かな、来られた方が清にぶつけて、清がパッと暴れ投げてさでも走ってて、もう清も優しいよね、パンチじゃなくてお尻でドン行ったっていう、優しいんだ清はそうですね、うんうん、この後ね、もう清も退場になった、そういうことすれば。だけど通常ベテランが退場になった場合、審判に暴言吐いたとか、はい、この人たちはもう帰る、あ、もう試合に行っちゃいけないのね、ベンチ内に、退場だから。あ、じゃあ球場に行ってもいけない、ベンチを外れればいいんだけど、はい、ベテランは退場を食らうじゃない、うん、そうするともうカリッカリしてるし、うん、コーチも監督も何も言わないし、うん、もう風呂入ってパッと帰る、あ、そっか、ベテランならではの、そうそう、はい、もう東尾さんあたりはもうトンビさんあたりはもう退場食らった瞬間に帰ってんじゃないかっていうぐらい早いだけど若い選手はもうもちろん残る、はい、ロッカーにいて迷惑をかけたわけじゃない、とりあえず、そうですね、騒ぎもそうだし、うん、そこで準備にバタバタになる選手も出てくるわけだし、うん、それに対して謝罪をするから残るのよ、うん、はい、じゃあ退場の基準って何って言ったら、はい、まずはアンパイに対しての侮辱行為、うん、平子さんって亡くなられたんだけど、はい、名物審判いたのね、うん、面白い審判の人は、はい、デブちゃんねって今だから言うけどさ、もう審判辞めてからよ、はい、長嶋監督なんてね、うん、半端じゃないこと言ってたよ僕たちに、長嶋さんを、はい、そうだったんですか、
バカ野郎だったらいいぐらいだって。おだけどね、後楽研究所の5万人の人たちは OM を見たくて来てるんだと、うん、退場させれないだろう。あそっか、そういう苦悩もあるわけですね、審判さんには。本当にもしね、デーブちゃん悪いけどデーブちゃんがそれ言ったら一発退場のことが年中だった。うわそうだったんですね。俺はもう、これは分かるわ、あの長嶋名誉監督も会長も、うんうん、あの言ってたじゃん、 OB 戦でも真剣に本気で打ちたくて本気で勝ちにいってるっていう、ね、だからもう勝負事になったら負けず嫌いだすごかったみたいなの、戦士ですね。で、ね、長嶋監督が二次政権が、はい、時に俺は長嶋監督の下でやってるから、はい、伊藤さんっていう長年長嶋監督の運転手をやられた方がいて、体小さくてさ、めちゃくちゃ人のいい、もう俺がさおじいちゃんなわけ。伊藤さん、あれですか、監督って切れる時あるんですかって、うん、デーブさん、半端じゃないよって、僕はね、年中ムチ打ちなんだよって。どうしたんですかって、後ろからバーッて、バーッて窓を開けてバーッて長嶋監督が言ってた。くしゃーって悔しくて悔しくて悔しくて投げたのが、バッて窓を開けてバカだくしゃーって言ってるっていうぐらいな勝負って、うん、だからもうみんなイライラしてやってんのよ、ね、はい、でじゃ審判に対して侮辱行為って何かっていうと、例えばその一番バッターでやっちゃいけないのが、はい、ボールって言われたのストライクって言われたから文句が出るわけじゃん。その時にここ通ったよって線なんか引かれたら一発で退場。あ、これやっとか、お前ここストライクって言ったんだよって言ったら、確かに5万人に対してお前はここ言ったんだよってやられりゃ審判も怒るんじゃない。確かにそうですね、侮辱行為になっちゃうってことですよね。そう、うん、そうですよね、っていう。だからとにかく退場って、まあ、させないとルール上さ話にならないじゃん。喧嘩しちゃったやつらどうしよう、喧嘩両成敗だから、うん、もうぶつけていこうが、行っちゃったら行って喧嘩になったらもうどっちも退場だし、そこにこう絡んでいってもうすごいから、その当事者以外でも喧嘩が始まっちゃったら、そこ審判見てねってことやってるからそうですか、そうそうそう、そういう風なことで言うと退場っていうのは今はない、ほとんど見れないね、みんな仲良くなっちゃってて、うんうん、いいのか悪いのかっていうと答えはないね、うん、答えはないんだけど、ただ結論は退場は審判を侮辱するとか遅延行為とかっていう、やっぱお客様に対して失礼な行為だったり人に対する失礼な行為があった場合は退場になります、うん、でベテランはもう帰る、うん、若手は残ってみんなに謝罪するっていう、これが退場のシステムすごい裏で罰金あんじゃん、はいはい、罰金、うん、退場になると、はい、連盟から罰金食らうわけ。ああ、あるんですねそういうシステムが俺も契約の中入ってたな、楽天の監督の時。個人的なムカつきは、はい、罰金は個人で払うみたいないくらぐらいなんですか、契約には入ってなかった、そういうなんかあったな、結構連盟から来るのは5万だとか10万とか連盟が決めるから。おじゃあ金額はただ審判殴っちゃったら大変じゃないの。そうですね、永久追放並みの罰金以上になるんだけど、うんうんうん、結局罰金刑で済ませてくれるわけじゃない、うんうん、でもそれを球団によっては全額自分払いっていう球団もあんの。うーん、あら球団だなそれってだってチームのために監督が抗議言ってんのに、そうですね、会場食らって、うん、中畑さん言ってなかったかな、罰金自分で払ったとかすごいシステムですねそれは。そう、ストライクボールってことはチームのためになれなっつったらなっつって退場って言われてんのに球団が罰金払ってくれない球団もあるみたいな監督は辛いですね。俺もそのプライベートとかなんかって、さ、線引きどこですかって、プライベートでムカつくことないですよって確かに難しいですね。例えば俺が何か言われて行った時と、うん、選手のために行った時のなんか差を言ってたな、あ、バカバカしくて聞いてらんなかったけど払えよそんな、もう払ったのはあんなのと思ったけどそんなシステム知らなかったです本当に払うんだからあれ。そうなんですね、うん、じゃあ結構収めてる方々も昔はいたんですねもう退場になった時点で罰金は来るんじゃない？うん、うん、今ないよ、監督が言って言う文句言うぐらいだ。うーん、なんかこう審判さんもなんかゲストとかでいらっしゃったら面白そうですね。そうだな、その辞めた人ら、
うん、面白いよ。その昔の審判が面白い。はい。なんか審判さんのファンの方々も結構いらっしゃるじゃないですか。うん、今日は何々さんが出身だとか。そうそうそう。饅頭かな。はい。コロナの前うちの店よく来てたから饅頭。そうだったんですね。すごい。デイブさんのお店は人が集まりますね。パワースポット。本当言ってやんだ。おい、うん、今日は俺が退場させられるんだこれら。俺がルールブックだよって。一歩踏み入れてしまえばね。そうなります。球場じゃお前に権限あったけど、ここの店は俺の球場なんだよ。立場逆転みたいな。そういうことありましたんで。ね、またいろんなお話聞かせてください。はい。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。